ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、野村鼓童作銭形平次捕物控えより心中崩れ。この作品は昭和25年1950年オール読み物6月号に掲載されたものです。それでは本文をどうぞ。第一章。心中でもしようという者にとって、その晩はまことに申し分のない美しい夜でした。青葉の風が威厳に訓じて、十三夜の月も泣いているような大川端。道がこのままあの世とやらに通じているものなら、思い合った二人は何のためらいもなく、水の中へでも火の中へでも飛び込みたくなることでしょう。神田鍋ちょぼの雑穀問屋、三好屋彦兵衛の甥の音次郎と、同じ店に奉公人のように働いている桃園の娘お京は、昼のうちに打ち合わせておいた通り、その晩の四つ半11時に元柳橋の橋のたもとで落ち合いました。死ぬ約束で同じ店にいる二人が手に手を取って抜け出してくるのは容易でなく、万一人に見咎められて引き戻されでもすると恥の上塗りですから、音次郎は本所から深川へかけてお得意先を回るというのが口実。最後に相生町のおばさんのうちで宵を過ごして元柳橋へ駆けつけた時は、もう相手のお京が橋のたもとの柳にもたれてイライラしながら待っているのでした。おぼろ月に透かして見るまでもなく、磁石と鉄片のように両方から駆け寄った二人が、往来の一足のまばらなのを幸い、ひしと抱き合った時、ああよかった。お互いにそう言ったのも無理のないことです。にも見つかりはしなかったかえ。音次郎は少し離れて月の光に惚れ惚れとお京の顔を透かしながら聞くと、みんなはもう私が寝たことと思っているでしょう。いつものようにおしまいをしておじさまの肩を揉んで戸締まりを見回って自分のお部屋へ入って、それからそっと抜け出してきたんですもの。この後に臨んでも、さすがに若い娘は行き届きます。大層綺麗だよ今夜は。そんな中でもたしなみの化粧をして、晴れ着の名線の合わせ、市での旅は嫁入りするような晴れがましさでしょう。でもお京は身をもんで決まり悪そうに男の懐に顔をうずめます。夜風の匂うのは娘の体温に燻蒸された掛け号らしい匂い。私は本所のお得意先から預かってきたお金が30両、これをお棚へ届けずに死んでは気になるけれど。音次郎は内懐深く忍ばせた財布の中の30両の小判に気が残る様子でしたが、今さらそれはどうすることもできません。やがて二人は元柳橋の橋の下につながれた小舟を一艘、友綱を解いて川の中流にこぎ出しました。音次郎は少しばかり路がいけるのと、岸から川へ飛び込んでうっかり人に騒がれでもしては、とんだ恥をさらすことになるので、大川の中流を二人の死に場所と定めたのです。お京さん、寂しくはないかえ。炉の手を止めた音次郎は、めいるような寂しさと焼けつくような焦燥と全く違った二つの感情に苛まれて、船べりに危うくすがりついているお京のそばへ膝をつきました。夜の揚げ潮が静かに両国橋の方へ二人を乗せたままの小舟を流して行きますが、たまたま三夜堀へ通う貯金舟が心も空の氷閣を乗せて矢のようにこぎ抜けるほかには、二人の注意を捉えるものもありません。いいえ、
私は嬉しいの、おとじろうさん。いざり寄ったお京は、赤ん坊のような素直な心持ちで、おとじろうの首ったまにひしひしとすがりつくのです。どっと止めどのない涙が、死に化粧のおしろいを流して、男の襟へ、首筋へと注ぎます。死ぬ前に、もう一度顔が見たいな、お京さん。でも、ここに幸い、本所のおばさんのところから借りてきた提灯がある。お互いの顔の見納めに火を入れてみようじゃないか。そう言いながら、おとじろうは懐提灯を取り出すと、火打ち釜を器用に鳴らして、二人の袖を風よけに、どうやら明かりを入れました。お父さん、お京さん。提灯を船べりにかけて、手を取り合った二人の顔を、明かりは下からほのぼのと照らし出します。おもだがで、色白で、久松型の弱々しさはありますが、おとじろうの男ぶりは全く大したものでした。それに比べると、お京の方は、美人というほどの器量ではなく、目鼻立ちの素直なだけ。さして取り柄はありませんが、娘盛りの油が乗り切っているのと、性格の純良さが染み出して、いかにも可愛らしい娘です。年は25と19、どちらも役で、死へのひたむきな道行きを選んだのは、三好屋の主人彦兵衛が、一人娘おはぎの婿に、おいのおとじろうを選んだために、おとじろうとおととしの秋ごろから恋仲になっていたお京が、ひたむきな熱情でここまで引きずってきたようなものでした。それはともかく、時を過ごしているうちに、川の中の二人の姿は、次第に人目についてくる様子です。小舟が両国橋に近づくと、橋の上の夜の人通りもあり、それに吉原へ急ぐお棚物などが、チョキを急がせてひっきりなしに水の上を通るのです。それじゃあ、お京さん。お父さん、私は。声は、おえつに途切れて、二つの若い肉体は、避けがたい死への本能的な反抗に絡みつくのです。人に見られると面倒だ。いいかい、お京さん。お父さん。二人の体はもつれ合ったまま、夜の真っ黒な水の中へ音も立てずに落ち込んでしまいました。その反動でゆらりとなった小舟の中には、船べりにかけた提灯が一つ寂しく瞬いて、空っぽになった船の中を照らしております。第二章。まあこんなわけで、その明くる日の朝、銭形平次のうちへ飛び込んできた八五郎は、身振り手振りで、おとじろうをお京を心中の一コマを報告するのです。それで二人は、無分別な若い命の浪費者は、平次の心持ちを暗くしてしまいました。安心してくださいよ、親分。二人は助かったんで。水心でもあったのか？いえ、夜ずるに行ったけり、客を両国の足爪に上げた船頭の伝蔵というのが、この一幕を明かりを消したまんま鼻の先で見ていたんですって。人の悪い野郎だな。畑の伝蔵といって、おばくち打ちゆすり語りぐらいはやりかねねえ男ですよ。面白がって見ているうちに、二人は水へ飛び込んでしまったんで、くるくると反転を金繰り捨てて水の中へ飛び込むと、穴の先に浮いているお京を放っておいて、まずおとじろうを船の中へ引きずり上げ、女の子も殺しちゃもっていねえぜ、いい器量だとかなんとか言いながら、もう一度飛び込んでお京を探したが、夜の水の中じゃ容易にわからねえ。しばらく経ってようやく引き上げた時は、娘の方は半死半生だったそうですよ。え？おとじろうは少しぐらい泳ぎも知っていたのと、すぐ助けられたんで、これは水も飲んじゃいません。お京の方は岸へ上げて水を吐かせて、橋番小屋で少し温めただけで、これも元気を取り戻しました。そのまんま突っ放してもいいわけですが、親分の命だが、会いたい死にを危ねえところで助けられた者は、不思議に二度と死ぬ気になれねえんですってね。橋番なんざ心得たものでしたが、畑の伝蔵にしてみりゃ、
お礼の飲み代ぐらいは欲しかったんでしょう。二人を送って鍋町の三好屋へ行ったのはかれこれ9つ半近かったと言いますよ。するとどうでしょう。それから先の騒ぎは平次も一応は聞いている様子でしたが、黙って八五郎の話を促しながら静かに前後の微妙なつながりを考えている様子です。三好屋は蜂の巣を叩き割ったような騒ぎだ。主人四個兵衛が自分の床の中で締め殺されていたと言うんだから。誰が見つけたんだ。娘のおはぎすよ。保養に起きて父親の部屋の前を通るといつも有明の日本刀身の暗灯を枕元に置いて決して消したことのねえ父親の部屋が真っ暗で縁側に向いた障子が開いているんで念のために手職の明かりを差し出して覗くと、どうも様子が変だ。いつも行儀のいいのを自慢の父親がここから三尺もはみ出して寝ているから娘の目に変に映ったのも無理ありません。そばへ寄ってよく見ると首に細引きを敷いてこと切れていたというじゃありませんか。時刻は9つの鐘が鳴ったばかり。ちょうど音次郎とお京が水へ飛び込んだ刻限ですね。それからどうした。おはぎが肝を潰して鍋町中に聞こえるほど張り上げるとうち中のものが飛んできた。主人の体がまだいくらか暖かだったんでいろいろ解放してみたがとうとう息を吹き返さなかったのは気の毒で。それで縁側の雨戸に締まりがなかったので不思議に思って調べてみると、おいの音次郎と桃園のかかり湯とお京の姿が見えねえばかりでなくお京の部屋から書き置きが出てきた。騒ぎに輪をかけてうち中てんてこまいをしているところへ音次郎とお京が濡れネズミになったまんま船頭の伝蔵に送られて帰ってきたというわけです。他に変わったことはねえのか。主人四個兵衛が用心のため手箱に入れて身近に置いてある金小判で300両が今朝になって気がつくと取られていたんだそうです。それに音次郎が賭けを集めてきた金が30両、これは川の中へ落としてしまったそうで、なくなった金はしめて330両だが働き者の主人の命は金じゃ積もれませんよ。当たり前のことを言え。ちょいっと行って三好屋を覗いてみてくださいな。親分、行ってみよう。おめえには少し荷が勝ちすぎるようだ。平次はやおら腰を上げました。第三章、神田鍋町の家持ちで雑穀問屋をしている三好屋は、その朝店の大戸を下ろしたまま中は湧き返るような波乱をし包んで息苦しいまでに静まり返っておりました。八五郎の案内で平次が乗り込んだ時は鎌倉町の川太郎という中年者の御用聞きが土地物だけの顔を聞かせてかなりこね回した後、おや銭形の親分、こいつはとんだ無駄骨折りかもしれねえぜなどと四角な顔をますます四角にしてひどく飲み込んでおりました。下手人の見当でもついたのか。はーいもねえ話さ、おいの音次郎と心中をする約束でかかりうどのお京という娘が出た後、締まりのねえ縁側から流しの伸びが入り込んで主人の枕元の手文庫から300両の金をつかみ出したところ、主人に目を覚まされて慌てて締め殺したというだけのことさ。鎌倉ちょぼの川太郎はこう手軽に片付けているのです。鎌倉町の親分の命だが、その泥棒が細引きまで用意して忍び込んだというわけかい。八五郎が背後から口を出しました。余っていろ、人のものを取ろうという不定良権の野郎だ。薙刀だって鉄砲だって指令によっちゃ持ち込むかもしれねえじゃねえか。平次はそれを取りなしたりしております。でもね親分、お京という娘が抜け出したところへ目具合に泥棒が出っくわしたもんじゃありませんか。八五郎はまだ引こうとしません。これはあくまでも下手人をうちの中の者と信じきっている様子です。
ともかくもうちん中へ入って調べてみるとしよう。平次は二人の争いを聞き流して三好屋のくぐりから暗い店の中へ入って行きました。あ、銭形の親分さん、大変なことになりました。どうぞ。まあ、迎えてくれたのは番頭の佐吉で、今まで平次と八五郎と川太郎の話をそれとはなしに店の中から聞いていた様子です。50前後の酒焼きのよく光る一つかみほどの男ですが、柄が小さいくせに妙に精悍らしいところがあります。主人の部屋へ案内してくれ。え、佐吉が案内したのは薄暗い廊下を幾曲がりもした奥の奥の一間でした。窓の小さい六畳で陰気なことはこの上もなしですが、木口が立派で帳簿もなかなか凝っており、武言者三好屋の暮らし向きの豪勢さも思いやられます。主人彦兵衛の死骸は剣士前でまだそのままにしてありました。一応床の上に戻して首に絡んだ三尺ほどの渋を引いた細引きは物々しく布団のそばにとぐろを任せてありますが、まず昨夜死骸になって見つけられた時のよぼすが想像されないことはありません。50を越した主人は老熟した江戸の王朝人らしくもなく、シワだらけの一塊の中老人で、丈夫な縄が一本あれば随分女子供にも締められそうです。主人は酒はいけるか。平次は佐吉を振り返りました。ほんの少々ですが、毎晩一合ずつ寝酒を召し上がります。よく寝つけると申しまして、ゆんべ休んだのは5つ半には床にお入りになります。早寝の早起きがご自慢で、商売柄夜は暗くなると店をしまいます。戸締まりはこの上もなく念入りでございます。主人の他にお京さんと私が見回ります。若木と小さんと新張り棒の他に、場所によっては缶抜きまで用意してあります。そらまた出そうなこったな。内から開けさえしなければ外からは滅多なことでは泥棒も入れません。佐吉の調子は暗に内から開けて出たお京を非難しているのでした。その開けて出た場所はここでございます。佐吉は戸袋に近い縁側のあたりを指さすのでした。あら、誰だ。平次はふと後ろに物の気配を感じたのです。ええ、手代の新六でございます。慌ててお辞儀をしたのは27、8の陰気な男でした。のっぽで骨張って、そんなに不景気な人間ではありませんが、人間の顔をまともに見ない妙にキョトキョトしたところがあって、決して人に好感を与えるたちの男ではありません。第四章。おやめ、ちょいっと、なんだ八。平次は庭下駄を突っかけて庭木戸のところから長い顎を動かしている八五郎のそばに歩み寄りました。大変なうちですよ、この三好屋というのは。何が変なんだ。殺された主人は陰郷で、娘のおはぎは綺麗で、おいのおとじろうは美なんで。そんなことは少しも大変じゃあるね。誰からが底辺なんで。本当の佐吉は食わせ者で、帳尻をごまかすことばかり考えているし、手代の新六は一刻者で、一度は養子にという話もあったが、娘のおはぎに嫌われ抜いている上、主人と喧嘩ばかりしているから、それも沙汰闇になり、おいのおとじろうは2、3年前店へ転げ込んだそうですが、男っぷりがいいんで気持ちが収まらず、娘のおはぎとかかりうどのお京と誰へちょっかいを出して一騒動を起こし、出るの宿のとこの間から悶着中ということっすよ。それっきりか。これでたくさんじゃありませんか。このうちの中だけでも主人の殺し手が3人ぐらいあるのは驚いたでしょう。店のものはそれでいいとして、外のもので恨んでる筋はねえのか。世間付きは悪くねえようで、花子もお得意様もご近所の衆も褒めていますよ。少し意地っ張りで陰郷じゃあるが、物の道理のよくわかった主人だったそうで。ああ、もう一つ大事なことがありますよ。なんだ、早く掃除まいにしてくれ。俺はまだ忙しいんだ。主人の四股兵衛は
50を越してから急に若返って近頃隣町の小唄の師匠と年頃になり、死刑内に改めて仲人を立てて墓地沿いにして家へ敷き入れることになっていたそうですよ。そいつはうるせえことがありそうだな。おかなといって32、3の大戸島ですが、ちょいっといい女ですよ。よしよし、そんなことでよかろう。おめえ一人で手が回らなかったら、下っ引きを2、3人借り出して、三好屋の評判から奉公人の身元を念入りに洗ってみつくれ。おかなに男がありゃ、それも洗っておきて。親分は？おはぎとお京に会っていろいろ聞いてみるよ。それじゃあ足も聞きましょう。八五郎は相手が若くて綺麗な娘たちと分かると臆面もなく平時についてくるのです。三好屋の娘のおはぎは手代の新六に呼び出されて、泣き晴らした目をまぶしそうに縁側に持ってきました。お京より一つ年下の18、まだ幼さの抜けきれない未完成な娘ぶりですが、うりざね顔で眉の長い、唇の切り込みの深い、非凡の上品さです。気の毒だったなお嬢さん。はい。平次に声をかけられて泣きじゃくるよぼに顔を上げましたが、それがまた痛々しくも涙に蒸されて乙女の血潮が匂うのです。気のついたことはねえかなお嬢さん。これは誰にも言わないことにしておりましたが。父親が殺されたというのに何事も隠し立てをしちゃいけねえ。下手人を逃がすようなことがあっちゃ江戸の触りにもなろう。平次は妙な年寄りじみたことを言ってふと口をつぐみました。これを夕べあの縁側で見つけました。父の部屋を覗く前、ふと足に触るものがあったので拾い上げておきましたが。おはぎはそう言ってたもとの下から懐中タバコ入れを取り出すのでした。今頃の男物でかなり洒落たものですから、持ち主はたった一目でわかるはずです。持ち主はさあ。おはぎは言い淀みました。やはり直接自分の口からは言いにくかったのでしょう。そこでその時縁側に誰もいなかったのかな。人影を見たような気がしますが、確かなことはわかりません。明かりの届いた時はどこかの部屋へ滑り込んでしまいました。でも男の姿のように思いましたが。これは重大な発見ですが、昨夜の4つ半11時や9つ12時では、その時両国の下にいた甥の音次郎でないことだけは確かです。ところでお嬢さんは番頭の佐吉をどう思います。平次は問いを変えました。怖い人ですわ。乙女心を脅かす何かを持っているのでしょう。新六はいい人ですけれど。おはぎの言葉には正し書きがありそうです。音次郎は。おはぎは黙り込んでしまいました。言いたくないのか決まりが悪いのか、それは分かりませんが、当然自分の言い名付けであるべき男が昨夜他の女と心中を仕掛けたという複雑な事情がおはぎの心を極度に混乱させている様子です。第5章。甥の音次郎はそわそわと動いておりました。さすがに人に顔を見られるのが照れくさいことでしょうが、この騒ぎの中で自分の感傷にばかりも浸ってもいられなかったのでしょう。八五郎に呼び止められて物陰に連れ込まれた音次郎は、そこに銭形平次がじっとこっちを見ているのを意識すると、急に崩れるよぼに腰を折ってしまいました。とんだお手数をかけます、銭形の親分さん。いい男の顔が苦悩と焦燥に苛まれて濃い影を作っておりますが、態度はさすがに客慣れた調子で少しも悪びれません。音次郎さんだね。おめえに見せてえものがあるんだが、このタバコ入れがゆんべ主人の殺された部屋の外に落ちていたそうだよ。見覚えはあるだろうな。
それは私のタバコ入れですが。おとじろうの青白い顔は恐怖に引きゆがみます。どうして奥の縁側に落ちていたか気がつくことと思うが、でも私は昨夜はあの自分大川の上におりましたが。よしよし、心中する道行きによそ行きのタバコ入れを持って行くはずはねえというつもりだろう。その通りだよ、夜分。すると誰か私のタバコ入れと知ってそんなところへ持ち出して捨てたんじゃございませんか。おとじろうは追い詰められた窮地からわずかに逃げ道を発見したのです。そんなこともあるだろうが、おめえを恨んで人殺しの罪に落とそうというのは誰だ。さあ、おはぎが遠目に見たという縁側の人影、それは主人彦兵衛が殺されて半時も経っていることですから、あるいは下手人ではありえないとしても、おとじろうを陥れるためにタバコ入れを放り込みに来た人間でないとは言い切れません。ところでおめえは何だって心中なんかする気になったんだ。平次はそれが聞きたかったのです。面目次第もございません。正直に申し上げますと、お京さんにせがまれて断りきれなかったのでございます。断りきれなくって付き合いに心中する気になったのか。付き合いというわけではございませんが。お京とはいつから親しくなっているんだ。一昨年の秋頃からで。その頃お京は17、よく油が乗ってもう娘になりきっていたのに、おはぎの方は年弱の奥手でまだお手玉の方が嬉しい小娘だったのです。おめえがここへ来たのはその少し前でございました。養子の話の始まったのはいつだ。つい二月ほど前でございます。おめえはそれを承知したのか。おちの申し付けで承知も不承知もありません。それにおじと申しても、私とおちのつながっているのは亡くなったおばの方で、私とは義理のある仲でございます。おじはおめえとお京の仲を知らなかったのか。うすうすは気がついていたかもしれませんが。おとじろうの口ぶりから察すると、おじの彦兵衛はおとじろうとお京の仲を心中するほどの深い間とは気がつかなかったのでしょう。幸い助けられた今となっちゃ、ゆんべのことを思い出してどんな心持ちだ。まったくゾッといたします。もう一度やり直す気はねえのか。とんでもない親分。おとじろうは尻込みするのです。おはぎの婿ということになったために、劇場家のお京に引きずられてあの世の門口を叩いたおとじろうは、それを思い出してもゾッとするのでしょう。平次はおとじろうをいい加減にしてお京に会ってみる気になりました。これは昨夜したたかに三つぼ飲んだためにまだ半病人のありさまで、お勝手に近い自分の部屋に休んでおりました。銭形の親分だよ。八五郎が前触れをすると、お京は床の上に起き上って、私、まあ、どうしましょう。慌てて髪を撫でたり前妻をかき合わせたりするのです。そのままでいいよ。気分はどうだ。起きなきゃ悪いと思いますが。枕元に肩肘ついた平次の顔を見上げてお京の目は訴えます。成熟した丸ぽちゃで美しくはないにしても全く抜群の可愛らしさですが、両国橋の下の水にもみ抜かれて、さすがに今日は元気がありません。まあ静かに養生するがよかろう。ところで少し聞きてえことがあるが、なんだっておめえたちはあんな無分別なことをする気になったんだ。お京はそれに答える代わりにしくしくと泣き出しました。言いにくいことだろうが、おめえの心持ちを正直に話してくれ。お父さんと固い固い約束したんですもの。それなのにお父さんが。ここの養子になっておはぎと一緒になるというのが悔しかったんだろう。お京は黙ってたもとの中に顔をうずめました。あたりの調度の貧しさや夜のものの粗末なのに引き立てられて、お京の若さと意地らしさが妙に平次を動かすのでした。心中はおめえが言い出したんだろう。
おとじろうがよくそれを承知したことだな。すぐ死のうと言ってくれました。そればかりがお京には嬉しい思い出になってしまった様子です。この先おめえはどうするつもりだ。私はもう諦めてしまいました。今朝からあの人は一度も顔を見せないんですもの。忙しいには違いないし、決まりも悪いことでしょうが、私がこんなに。お京は大泣きに泣くのでした。泣かなくったっていい。諦めてどうするんだ。私がいるとあの人も寝覚めが悪いでしょうし、あの人の出世の妨げにもなりますから、私は諦めて、体さえ治ったら川越の兄のところへ帰ります。お京はそう言いながら、諦めきれない諦めにむせび泣くのです。夜の潮に汚れた生乾きの髪が崩れて、豊かな顎を埋めた襟の紅を拭い合えぬ涙が浸すのでした。第六章。銭形の親分、死骸の首に巻きついていた細引きは誰も見覚えがねえというぜ。鎌倉ちょぼの川太郎は鬼の首でも取ったよぼに一つの手がかりにしがみつくのです。それはどういうわけだい、鎌倉町の。平次は静かに答えました。こいつは専務だよ。支部を敷いた三つぐりで、雑穀屋などにある品物じゃねえ。それからもう一つ、ゆんべ四つ少し過ぎにここの裏木戸を押し開けてそっと入ったものがあるということだぜ。町内の若い氏が夜遊びの通りすがりにちらっと見ただけで、それっきり通ってしまったということだが、こう証拠が揃うと、くせ者はやはり外から来たもんで、お京が出かけた後そっと忍び込んで主人を殺したんじゃねえかな。鎌倉ちょぼの川太郎は平次の目の届かぬ証拠をつかんで、すっかりいい心持ちになっている様子です。そんなことかもしれねえ。鎌倉町の親分、くせ者が外から来たものとばかりも言い切れねえ証拠もあるんだよ。で、1、その縁の下だ。8、そこを掘ってみつくれ。縁の下のよく乾いた土がそこだけ一箇所湿っている上に、絵で押したような型が残っているだろう。このところですか。平次に指さされると、八五郎は縁の下に潜って少し小高くなった土をかきました。お、こう。その確定に従って、土に混じって出てきたのは、山吹色の小判が2枚、5枚、10枚、50枚と土の上に放り出されて、三千と昼近い日に輝くのでした。もうそんなとこだろう。ちょうど300枚あるはずだ。平次はそれを集めて靴脱ぎの上に並べます。どうしてこんなところに、親分。くせ者はその小判を後で取り出すつもりだったかもしれねえ。どうかすると小判には未練がなくって、主人殺しを泥棒の仕業と見せかけるために300両の小判は盗んだが、持ち出す島もなく隠しておく場所もねえんで、その縁の下に埋めておいたのかもしれねえんだよ。するとどういうことになります、親分。八五郎の鼻は膨らみます。外から入った泥棒なら必ずその小判を持っていくはずだというだけのことさ。そこまでは分かっても、下手人は誰ということは銭形平次にも見当はつきません。念のため最後に下女のお角に会ってみましたが、これは平凡な四十女で、亭主に死に別れて住み込んでからもう10年にもなるというのに、お勝手の用事以外のことにはあまり興味がなく。お嬢さんはどうだ。いい方ですよ。お京は。これもいい人で、といった調子です。こうまで批判力が欠けていては、平次でも調べようはありません。もっとも音次郎の評判がバカによく、佐吉と新六に好感を持っていないのは音次郎の男ぶりのせいと見るべきでしょう。第七章。それから5日経ちました。三好屋の主人
彦兵衛を殺した下手人は相変わらず見当もつかず、三好屋の店は大戸を下ろし、奉公人たちは妙に睨み合ったまま見入るように日を送っておりました。鎌倉帳簿の川太郎は焦りきって番頭を先ち、老いの音次郎、手代の新録を代わるがある調べましたが、主人が殺されたと思われる四つ半11時ごろには3人とも明らかすぎるほど明らかなアリバイがあり、分けても新録などは誰の目にも怪しく映りながら、川太郎の無法さでもこれを縛る口実はなかったのです。それはあの晩の四つ半11時には音次郎は大川端でお京に会っており、佐吉と新六は店の隣の部屋に枕を並べて寝ており、9つ12時前は二人とも雇用にも起きなかったのです。この鬱陶しい空気の中に6日目の昼ごろ、親分、あの畑の伝蔵の野郎、しどく金遣いが荒くなりましたよ。八五郎は妙なニュースを持ってきました。どんな使いっぷりだ。平次も少し乗り出します。恐ろしく負け続きのくせに金のなる木を植えたんだ。五両や十両の金に驚けなんて小判をばらまいているそうで、三好屋の音次郎がカバンの中で落とした30両の小判を拾ったんだろう。夜の水の中でそんなものが拾えるでしょうか。親分、船助け上げるとき音次郎の懐中から抜く手もあるだろうな。平次はあっさり片付けてしまいます。しかし事件はそれから急転直下に展開して、恐ろしい破局、カタストローフへまっしぐらに落ち込んでいきました。そのまた明くる日の朝、明神下の平次の家へ飛び込んできた八五郎の慌て加減というものは、おおやば、つな格子は跳ね飛ばして上が町に四つん這いになる騒ぎです。さあ来やがった、八の底辺転換が来そうな空合いだと思ったよ。畑越しであの伝蔵の野郎が小屋ごとこんがりやがれてやらせれば、やぶん、なんだと八、酔っ払ってゆんべ遅く帰ってきて火を焚いて温まりながら眠っちまったんでしょう。この生あったけえのにか、なんだか知らねえが小屋一つポーッと焼いて火事はそれっきりで止まったが、今朝見ると焼け跡から男の死骸が出てきたという騒ぎでさ、そいつは底辺だ、あの男が何か知っていそうだと思いながらつい手が伸びなかったな。こっちの手落ちさ、行ってみよう。八平次は早速飛んで行きましたが、焼け跡からは大した得るところもなく、焼死体のそばに小判がたった一枚あったというのがせめてもの収穫でした。締め殺して火をつけたんじゃありませんか。八五郎は妙なところへ気が回ります。いや、そんな様子はねえよ。もっともあの滑腹じゃ力もありそうだから、酔っていても手軽には締められめえ。ペロとしようか。八、これっきり消えるんですか。親分、消える前に場所が場所だし、伝蔵は船頭だから船の道具を少しは持っていたことだろう。渋を塗った細引きなんかなかったか、隣の駄菓子屋で聞いてみよう。平次の勘がよく当たりました。駄菓子屋の女房は、伝蔵さんは昔はいい船頭だったってね、自慢でしたよ。小さい小屋の中にはいろいろの船の道具がありました。渋を塗った細引きなんかも見たことがあるようですよ。でも町内の油虫でしたが、焼け死んだとなるとかわいそうですね。こんな調子で幕下出るのです。第8章。八、相生町の音次郎のおばさんのうちを知ってるか。平次は突然こんなことを聞きます。知ってますよ、ちょいっとしたせんべい屋で、行ってみよう。二人は相生町へ。平次の張り切りようというものはありません。音次郎のおばというのは45、6の元気な女房でしたが、平次の問いに答えて、13日の晩音次郎は来ましたよ。ゆっくり話し込んで帰ったのは四つ少し前だったと思いますが、その時音次郎は、さっき打った金は確かに四つですねおばさんと繰り返し繰り返し言って帰りましたが、不思議なことに音次郎が帰ってしばらく経ってから四つを打ったことを覚えています。
こんなことまで思い出してくれたのです。アチ、いよいよ面白くなったよ。おめえは伝蔵が立ち回った賭場を覗いて、伝蔵が言った金のなる木とは誰のことか、それからゆんべ誰かに誘い出されなかったか、念入りに聞いてきてくれ。平次は八五郎に別れると鍋町の三好屋へ飛びました。三好屋は殺された主人彦兵衛の書なのかで、打ち湿ったうちにもなんとなくにぎやかに、近所の衆や親類たちの顔も見えております。番頭の佐吉にだけ挨拶した平次はそっと縁側から滑り込んで、かかりうどのお経の部屋を覗いてみました。気分はどうだ。銭形の親分さん。起き上がるのを手で止めて、このまんまでいいよ。もう体は大丈夫か。床のそばへ近々と寄ります。おかげさまで、明日あたりはいよいよ川越へ帰ろうと思っております。おそらくお経の受けた打撃は、大川の水を飲んだ以上に精神的なものが大きかったのでしょう。ところで、あの晩のことを詳しく話してくれ。おめえたちを助けた船頭の伝蔵は、ゆんべ酔っ払って自家を出して焼け死んでしまったが、生前数々の悪事も重ねているようだし、ちょいっと調べておきてんだ。そういえば、あの晩も随分変なことがありました。というと？お京の唇はようやくほぐれました。私は川越で育って、うちは水に近いので少しは泳ぎも知っておりますが、音次郎さんと抱き合うようにして水へ入ると、あの船頭の伝蔵さんの船がすぐ鼻の先にいて、私の体が船端の近くへ行くと、いきなり貝で私の体を遠くの方へ突き流し、それから川へ飛び込んで遠くの方にいる音さんの体を引き寄せて自分の船へ助け上げるんですもの。平次は黙ってしまいました。これは非常に重大なことになりそうです。お父さんが助けられたので、私も一人死んではつまらないような気がして、二度も三度も伝蔵さんの船の方へ泳いでいくと、着物を着たまま泳ぐんで、それは大変でしたが、ともかくも船へ手が届きそうになると、伝蔵さんは貝で突きのけて私を寄せつけないんです。あんまり悔しいから水を飲みながらも大きな声を出すと、こいつはかわいそうだ、心臓が溺れるのを見ちゃいられねえ、おまけにおめえも助けてやるよって、散々水を飲んだ上で手を取って引き上げられました。お京はどうしてそんなことになったか、最初は意味がわからなかったが、後になってようやく三好屋の甥の音次郎と違って奉公人のような自分を助けたところで大したお礼も出ないだろうと思って、伝蔵は薄情なことをしたに違いないと悟ったというのです。よしよし、それでみんなわかったよ。音次郎はおめえが考えたような心中男じゃねえ。早く諦めて川越へ帰るがいい。平次はそんなことを言ってお経を慰めながらお勝手へ足を伸ばしました。そこで忙しそうに働いているのは下女のおかくがたった一人。血の巡りはあまり良くないにしても、こんなのは駆け引きがなくて平次にとってとんだ役に立つのかもしれません。おかくさん、精が出るね。おや、銭形の親分さん。ゆんべは忙しいことだったろうな。そりゃタイヤの法事ですもの、ボンさんだけでも5人も呼びましたよ。うち中の者は誰も外へ出なかっただろうな。ところがみんな一度ずつは出ましたよ。新六さんはお寺へ、番頭さんは後々のことのご相談があるとやらで三河町のご親類を送って出るし、音次郎さんはひどくくたびれたからと四つ過ぎの姉妹ゆえ。みんな忙しいこったな。平次はいい加減に相槌を打って奥から娘のおはぎを呼び出してもらいました。何度の前、昼過ぎの日がいっぱいに差した中で平次はおはぎと相対しました。この間からの過労と心配で少しはやつれて見えますが、日の中に立った十八娘の美しさはさすがの平次も目を見張ります。お嬢さん、おとっさんを殺した下手人がわかるかわからねえかという大事な瀬戸際だから、何事も隠さずに本当のことを言ってくださいよ。
平次の言葉は力がこもります。どんなことでも。では聞きますが、あのタバコ入れを拾った時、すぐ音次郎の持ち物と分かったでしょうな。それを明くる日まで隠しておいたのは、音次郎につまらねえ宴を着せたくねえからでしょう。おはぎはうなずきました。それを明くる日になって平次に見せたのは、音次郎がその晩自分を裏切ってお京と心中をやり損ねたことに対する非難の現れだったことは疑いもありません。ところでお嬢さんはあの時縁側で男の人の姿をちらっと見たと言いましたが、あれはお嬢さんの思い違いじゃありませんか。おはぎはまたうなずきました。音次郎に疑いがかかるのが怖くなってあんなこしらえ事を言ったんでしょう。あの時誰も縁側にいたはずはねえ。音次郎は大川の上にいたし、佐吉と新六は同じ部屋に休んでいたし、お嬢さんは一度は腹立ち紛れにタバコ入れを見せたが、また思い直して誰か他の人が音次郎のタバコ入れを縁側へ放り出して音次郎に宴をかぶせる細工をしたと思わせたかったんでしょう。すみません、親分さん。おはぎは長いたもとを持ち扱いながらそっと涙を拭くのです。第9章。親分。八五郎が泥棒猫のように庭木戸から入ってくると、遠くの方から平次の姿を見つけて呼ぶのです。八、伝蔵の言った金のなる木は大人もんだと言ったそうで、名前は分かりませんよ。ゆんべ伝蔵を誘い出したのは、伝蔵を賭場から誘い出したのもほっかむるした大人もんで、その時伝蔵はしどく酔っていたそうですが。分かった、来い八、あの男だ。この時二人の密談を立ち聞きしていたらしい男が、ひちょぼのごとく飛び出すのを二三ちょぼ追っかけて八五郎が手取りにしたことは言うまでもありません。それはなんと、あのいい男の甥音次郎の取り乱した姿だったのです。三好屋の主人彦兵衛を殺した下手人は甥の音次郎と分かると、一番驚いたのは心中の相手のお京と音次郎を取って押さえた当の八五郎でした。嫌な野郎だとは思いましたが、まさかあの男がおじ殺しとは。八五郎はこんな調子に平次の絵解きをせがむのです。あら、心の底からの悪人さ。最初お京と年頃になったが、一昨年頃までは子供だと思っていたおはぎが近頃めっぽうきれいになったんで、それに乗り換えて三好屋を乗っ取ろうと考えたんだ。ところがお京は必死と絡みついてどうしても離れねえ。おじの四股兵衛もそれに気がついて、近頃じゃまた気持ちが変わって新六を養子にしようかなどと考えている様子だ。新六は不愛想で人付き合いは悪いが、ありゃとんだいい男さ。臆病もんで人の顔をまっすぐに見ねえのが嫌な癖だがね。え？音次郎はうるせえお京と、近頃自分のことをよく思わねえおじの四股兵衛を一緒に殺すことを考えたんだよ。お京を心中に誘って船の中から川へ飛び込んだが、前から船頭の伝蔵を仲間に引き入れ、自分だけ助けてもらってお京を溺らせるつもりだったが、伝蔵が仏心を出してお京を救ってしまったんで、少しばかり手違いが起こったんだ。30両の金は川へ落としたことにして、最初から伝蔵にやるつもりだったのさ。不定野郎ですね。心中でもしようというやつは日本橋のさらし場で曖昧おめえも見てるだろうが、大概武男に武女と決まったもんだ。美男美女の心中というもんを俺はまだ見たこともねえよ。世間からちやほやされる美男美女は容易に死ぬ気になんかなるもんじゃねえ。ところが音次郎はあの通り美男だし、お京だって可愛らしい娘だ。それに心中しようという人間が船の中で提灯をつけるのは変じゃねえか。あれは伝蔵へきっかけを知らせる合図だったのさ。月がいいのに相生町のおばのところから提灯を借りてきたのはその用意だ。なるほどね。ところでもう一つ、相生町のせんべい屋のうちを音次郎が飛び出したのは4つ少し前だ。
本人はそれを四つ過ぎのようにおばさんに飲み込ませようとしたのは少し癖じゃねえか。おとじろうは相生町から鍋町まで駆けつけ、打ち合わせの通りお京が三好屋から抜け出すと入れ替わってそーっと忍び込み、晩酌をやってぐっすり寝込んでいるおじのしこべえを伝蔵の小屋から持ってきた渋引きの細引きであやめた。こんな細引きを使ったのは下手人は外から入ったと思わせるためで、三好屋などにはねえものを酔ったわけだ。ほーら、300両は欲しいわけじゃねえが、泥棒の仕業と思わせるために取って邪魔になるから縁の下に埋め、お京の後を追って大川端へ飛んだ。女の足だから停止して遅れずに追いついたことだろう。悪い野郎ですね。心中でもしようという間際におじ殺しをやろうとは誰だって思わねえ。相対死にの一方が助かると生き残った方は重いお咎めを受けることになっているが、これは表面だけのことで三好屋の力でどうにでもなるだろう。例えばお京が一人で身を投げて死んだという届けでも済むことだ。三好屋の主人、自分の叔父のしこべえが死んでしまえば、心中の片割れでも何でもおはぎは自分の思うようになり、三好屋の寝台が間違いもなく自分に転げ込むと思ったのは、色男があった乙次郎の大間違いさ。娘の心持ちなんてのはそんな他愛もねえもんじゃねえ。なるほどね。感心したね、ハチ。おめえが娘たちに人気のあるのは腹のきれいなせいだとさ。あんなもんで、と言ってくれなもんで。長い顎をつるりと撫でる八五郎です。野村古道作、銭形平次取り物控えより、心中崩れ。書室オール読み物、昭和25年1950年6月号より。全文読み切り。